巨大メートル波電波望遠鏡は、インドプネーの郊外に建設されたメートル波を観測することができるものとしては、世界最大の電波干渉系である。タタ基礎研究所の一部門として、インド国立電波天体物理学センターにより運営されている。GMRT は、プネーの北およそ 80km のところにあるコダドに設置されている。ここから1 5トルのところには、 奈良アンゴアンという町がある。インクラの事務所は、インテル、ユニバーシティセンターフォーアストロノミーアストロフィズイクスのすぐ隣にある、プネー大学のキャンパス内にある。GMRT は、合計45メートルのパラボラアンテナ30台から、なる電波干渉系である。14台は、中心部に不規則な配置で設置されており、残りの16台は、 中心部から Y の字型に伸びる3本の腕に沿って並べられている。これは超大型、干渉電波望遠鏡群に似た配置であり、GMRT の最大基線長は約 25km である。一つ一つのパラボラアンテナは多くの電波望遠鏡のような滑らかな表面ではなく、放物面を作る骨組みの間にワイヤーを張った構造をしている。 波長 21cm か、それよりも長い波長の電波を観測対象としているため、この構造でも、各アンテナの焦点面には4種類の受信機が搭載されており、観測者は観測周波数に応じて、この受信機システムを回転させることで、観測周波数を選択することができる。電波干渉系では、最大気線長が各分解能を決める。 GMRT で中性水素ガスが放射するの電波を観測した時の分解能はおよそ1秒角である。全世界の天文学者が GMRT を用いて銀河、パルサー、超新星など様々な天体の観測を行っている。インドで毎年開催されるナショナルサイエンスデーには GMRT は一般見学や学校見学を受け入れ電波天文学や 受信機技術についての解説が行われている。また、近隣の学校が各校の科学実験プログラムの紹介も行っている。ありがとうございます。